なんか人がしてないような経験ってしたことあります？顎が外れたことあるんですよね。なんで笑いすぎとか違う、大きな稲荷寿司を頬張ってきたそんな大きいのあるの？あのね、池袋の立ち食いうどん屋か、それをあのほら一口でカポってしようとしたら大口開けたから、え、でこのままはまんなくなっちゃったの？いや、それをね、あれおかしいなと思ってた、これはもう外れたこと分かったんだけど、喋れないんですよ、変な雰囲気で。だけど一生懸命ね、こうやってこうしてたらね、パコンってはまってたのもう本当に安心した、その時は。